話題の声優ニュースを見ていきたいと思います。桜井孝宏さん降板。不倫報道のあった桜井孝宏さんなんですが、この度新作アニメ綾香からの降板が発表されてしまいました。2月15日に唐突に公式が出演者に関するお知らせという内容の文章を発表しまして、その内容を見てみますと、2023年にアニメプロジェクトをスタートいたします完全新作オリジナルアニメーション綾香におきまして、鞍馬春明役として出演を予定しておりました桜井孝宏さんが諸般の事情によりキャスト変更となりますことをお知らせいたしますとあります。まあ、公式の方では桜井さんの降板理由をね、諸般の事情によりとあくまでも濁す形となりました。この降板発表には SNS でもねどよめきが起こりまして、普段から女ったらしのキャラが定着していたらこうはならなかったかもね、まあ身から出たサビよといったね声が上がったりもする一方で、お願いだから続きものは変わらんでくれ、声が変わると違和感で物語に集中できん、声は好きだからクラウドとかロハンとかは続けてほしいと思うといった感じのね、とにかく既存のキャラの声は変えないでほしいといった声が多く寄せられていました。あるいはなんとなく予想はしてたけど、スキャンダル前から放送してた作品は続投、スキャンダル後に放送される作品は降板って形になりそうね、まあ一番丸く収まる形だとは思うと予想を立てられている方もいました。先日薬屋の独り言のテレビアニメ化が発表されまして、こちらドラマ CD で主人公マオマオを演じた結城葵さんがテレビアニメ版でもそのまま続投することが発表されました。で、本作におけるもう一人の主人公とも言える人物人氏の声をドラマ CD 版では桜井孝宏さんが演じられていたんですが、今回人氏の声優については発表がなく、桜井さんがそのまま引き継ぐのか、あるいは別の誰かに変わるのかは現状不明となっております。まあ、今回の不祥事が仮になかったとしてもね、ドラマ CD 版とアニメ版で声が変わることなんて往々にあることですし、絵がついた時点でね、あやっぱりこの人の方が合ってるなとか、絵に合わせた配役が改めて行われることでしょうから、まあ、たとえ変わったとしてもね、そもそもそこまで変なことじゃないんですが、ただ今回ばかりはね、不祥事があるということで、そのせいで変わったんじゃないかとか、そういった読みをしてしまうということですよね。いずれにしてもね、桜井さん既存アニメに関してはファンも多いですし、おいそれとは変わらないとは思うんですが、新規アニメについてはね、やっぱり制作側も使いづらくなってくるのかなという印象です。以上ね、この件についてコメントとありましたらぜひお願いします。声優が声を失う。難病 ALS を患っているニャンチューの声でも知られた声優の津久井教生さんが17日ついに声を失いましたとご報告されました。そもそも ALS とは全身の筋肉が徐々に衰え体が動かせなくなっていく難病ということで、津久井さんはこの病気にかかって3年余りで足から進行した症状が手や体の体幹、そしてついには呼吸筋にまで及んだということです。そこで気管切開の手術を行われまして、現在は人工呼吸器を装着されています。で、この一連の内容をね、津久井さん YouTube で発信されていまして、最新の動画では声が出せなくなってしまったということで、機械音声を使ってご報告されています。また口から食事を取ることもままならないということで、胃に直接つないだカテーテルを通してね、胃から直接栄養を摂取する胃ろうを利用しての生活を現状しているとも語られています。本当に大変お辛い状況にあるとは思うんですが、ご本人はねこの病気に対して、また自身の現状に対してですね、非常に前向きに語られておりまして、本当にお強い方だなと本当に感銘を受けますよね。動画の中で津久井さんは、もちろん自分でできることはほとんどないので、周囲の皆さんの介護の力をお借りしてのチャレンジですとしながらも、 ALS の実情や介護生活について発信していきたい、ゆっくりと前に進みたいと思います、これからも応援よろしくお願いしますとね、笑顔で発信されている様子が大変印象的でした。 AI の発展で声優業界も危うい。こちらアメリカのニュース記事なんですが、アメリカではゲームやアニメに声を吹き込む声優が AI で自分の声を再現する合成音声を生成することを認めるという条項を含む契約書にサインを求められるケースが増えていると言います。で、こうした AI で声を生成しちゃってもいいよねといった契約が当たり前になってしまえば、それこそ声優の存在意義自体が脅かされかねないということで、声優たちがアメリカでは危機感を表明しているというわけですね。というのも昨今では AI で声を再現する技術というのが急速にね進歩しておりまして、海外の掲示板などではね、エマ・ワトソンの声を学習した AI に我が闘争を読み上げさせるといった、いわゆる声の悪用事例などもね報告されていると言います。で、これは別に海外に限った話というわけでももちろんないんですよね。日本でもひろゆきメーカーという形で一時バズったりしましたけれども、声フォントという比較的簡単にね自分の声を合成音声化したり、それを使ったりできるサービスが登場したりですとか、あとは萌え声というね、まあ、権利問題はさておき、日本のアニメのキャラクターボイスを学習させた AI も登場しているんですよね。まあ、この AI を使えばクオリティはさておき、人気声優の声でね好きなことを喋らせられるというわけですね。ちなみに学習した声優さんの声でね、日本語以外にも中国語や韓国語、英語などの音声を出力できるモデルも存在すると言います。また今年1月、マイクロソフトは新しい
音声合成 AI モデルを発表しました。こちらはたった3秒間の音声サンプルで人の声を忠実にシミュレートできるそうで、一度学習したデータからはその人の声色だけではなく感情のトーンや録音環境までね、再現した合成音声を作成することが可能だということです。元よりね、日本では機械音声やボーカロイド、ボイスロイドなどの人工音声の類が親しまれてきたという経緯もある中でね、昨今ではそれをはるかに凌駕するもっと自然な発話をするほとんど人と遜色のない、もしかしたら人なのか合成音声なのか聞き分けのつかない合成音声 AI がまさに登場しようとしている、その黎明期にあるという中でね、今後声優というお仕事はどうなっていくんでしょうか。イラスト AI がね、イラストレーターの仕事を奪うと危惧されるように、あるいはチャット GPT がホワイトカラーなどの事務職、ライター職の仕事全般を奪うと危惧されるようにね。そしてつい先日は AI コスプレイヤーという言葉がバズりましたけれども、まあ、そもそもコスプレイヤーに限らずね、人間と AI の区別がつきにくくなる中で、今後音声 AI が発達し、感情やトーンもほとんど人間と変わらないような、それこそ演じることまでできるようになった未来が来るとするならばね、声優のあり方や役割にも大きな変化が訪れるのかもしれません。ハリポタの謎概念薩摩ホグワーツ公式声優さんに見つかる。2月10日にハリーポッターのゲームホグワーツレガシーが発売されまして、ハリポタファンも非常に多いことからこのゲームも大変人気を呼んでおります。ハリポタ本編でも登場したアバダケダブラというね、相手を即死させる基本悪役しか使わない、いわゆる許されざる呪文が今作においては主人公が使い放題という点も注目を集めました。その性能も原作通りで、どんな強敵であろうともほぼ全ての敵を一撃で即死させられるというゲームにおいてはほとんどチート呪文ということですよね。で、このゲームが人気を呼んだことで薩摩ホグワーツという謎概念も SNS 上では生まれ、 Twitter でトレンド入りも果たしました。薩摩出身の武人がホグワーツ魔法魔術学校に入学したらという想定を元にした、いわゆる二次創作的な概念ですね。例えばこのようなツイートがバズっています。散々ホグワーツで魔法を学んだのに、やっぱりおいにはこれしかなかって言って、トロール相手に刀一本でチェストしていくシーン好き。チェストというのはね、薩摩藩に広く伝わったという剣術次元流の掛け声として使われていた言葉だそうです。薩摩ホグワーツ生にとってアバダキダブラは脅威ではない、唱え終わる前にチェストして終わりである、薩摩のボッケモンを相手に7文字の詠唱はあまりにも長すぎるのだ、などなどね。薩摩ホグワーツ生なる概念は SNS 上で人気を呼び、どんどん発生していきました。で、それがホグワーツレガシーで組み分け防止の吹き替えを担当した声優の佐藤節次さんの目にも止まったということで、佐藤節次さんがね、このネタに乗っかった音声を公開しています。それがこちらですね。君はぐ、いや、薩摩藩。はい、ということでね、非常にほのぼのとした話題だったんじゃないでしょうか。今週は以上です。気になったニュースありましたでしょうか。ぜひコメントお待ちしてます。ご視聴ありがとうございました。